バニラスカイ。ハピーです。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます。シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイも可愛いゲストをシノン、よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いらっしゃいませ。なんと昨日は大好きな BTS の推しのジミンくんのお誕生日だったと、はい、学校帰りにケーキを買いに行ったけど売ってなかったと、うん、だけど冷凍庫にあったアイスクリームでお祝いしたというね、うん、なんとも青春のね1ページっぽかったね、うん、よかったね、うん、なんかさママにはそういう感覚がないので新鮮でした、うん、よかったね、うん、はい、好きな人はいないけど推しはいますらしいですよ。皆さんリアルに恋をせずにどんな女子になっていくのでしょうかねと思いつつも、まあ、恋ってするものじゃなくて落ちるものですからね、うんうん、今まで恋に落ちたことありますか？あります。あるんですね。推しです。推しですかまあ今からねきっと恋をするでしょうし、はい、新しい家族が増えていき、はい、大事な人が増えていき、自分の人生バラ色になるはずです。まあでもすでにさ今しーちゃんバラ色っぽいけどね、楽しそうだよね、うん、毎日、うん、楽しいです。いいことだ、いいことでございます。ではそんなシノンがね、なんかハッピーな顔してるので今日まず1曲目ちょっとハッピーな曲をお届けしたいなと思います。ヨーコの大好きな曲でもありますヨーコのラブレターズという曲をお聴きください。幸せのピース今この両手いっぱいの愛を送りたい心と心を続けてく明日
陽子でラブレターズお聞きいただきました。そうそう、そういえばさ、うん、あの相変わらず鹿児島の銀座通りと呼ばれるねそうそうです ね, ねそちらのビジョンで私のラブレターズとか、うん、ミュージックビデオ流れてるのね、見るってね、また見ました。あ、よかった。もう見たことないのよ、はい、昨日見ました。ほんと、はい、よかったです。まあね、皆さんが喜んでくださるからさ、でとうとうね、ちょっと最近新曲の歌詞を書く気が起きてきました。おお、あの ね, いいですね、歌詞を書くってね、曲を新しくなんか作りたいなって思う時って恋する感じと似てる。え、恋してるんですか。恋、石野に大好きな恋をしてますよなんか日本語変だな。うん、しーちゃん大好きですからね、ママもしーに恋をしてるようなもんでございますよ。ですね。あー、かわいい変な寝顔だなーとかねちょっと待って、それは寝つけないなーって、貸してって手握ってね、寝てくれるじゃないですか、はい、ママが体調悪い時とかもさ。あ、はい、もうそれはすごく幸せなことですよ。よかったです。うん、ただね、親子でさ愛情が深いとさ、どこかの愛情もまた育ってこないと、ママも人なのでね、多分みんな一緒だと思う。作る人とかはね、特に感じられると思うんですけど、クリエイティブなことをするときって、うん、感情がさ、ちょっと凹凸が激しい感じ。あー、ボコボコ。そう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 、すんごく尖ってて、すんごくボコってしてるっていうところがあったりとか、まあ、逆にすごく腹立たしいとかさ、うん、すごく悲しいとか、うん、なんかそういうマイナスな気持ちの時も強いかもしれないし、うんうん、めちゃくちゃハッピーだからっていうのでさ、曲がいっぱい書けたら嬉しいんだけどね、うん、ハッピーすぎると落ち着いちゃうんだよね。うん、そう、そんな感じでございまして、でね、なんかね、久々にあ、曲が来たいなと、うん、あ、きっかけは陽子バンドの皆さんとこう音楽したいなと思って、うんうん、で、新しいものをやっぱさ、石井さんとかこう一緒に作ってくださる方々と残していきたいなと。いいですね。1年にね、1枚は CD 出してきてて、今年もう終わっちゃいそうですからね。はい、去年出したフルアルバムのリリースツアーもできないまま、うん、終わっちゃいそうですから、はい、さすがに1曲は今年中に残したいなと。ですね、うん、ミュージックビデオも発信したいなと、うん、たださ、どんなのがいいかなってまだ考えてるんです。あ、 BTS みたいに歌って踊れるやつがいい。いや私が歌って踊るっていや、でもママと一緒だったら嵐とか、あ、まあ男の子ですからかね。ですからかね。え、ちょっとどういう意味、あの嵐あ、嵐はもう30代後半じゃないですか。うんうん、でもかっこいいじゃないですか。ママ前半だけどね、まだね、34だけどね。だとしても30代でまあね、わかるわかる。なんかさ、みんなが聴いててさ、あのハッピーになるよね、うん、バラードであってもアップテンポだけど、ね、ママがダンスできるかなって言ったら、うーん、ちょっと足でステップ踏んで、知らないだけだよあなた私のこのダンス力見たことないです親子でも知らないことってあるんだね。だって外と中どっちがいいって、まあ屋外と屋内ですね、うん、どっちがいいって言ったら屋内そう、まあダンスも屋内でできますよ、そりゃ。てか私が踊らなくていいだけだよ。ほら、中高生のファムのさ、女の子たちがさ、上手に踊ってくれたりとかもういろんなさ、で、うん、スタジオツインズっていうさ、もう子供たちにさ、うん、踊ってもらう時もあったりさ、私が踊らなくていいから踊らないだけよ。BTS 踊らしてすごいよママそれはどういうすごいですかさて、ここら辺で2曲目皆さんにお届けしたいかなと思いますな。はい、ではね、今日はちょっと甘めのラブソングをお届けしたいなと思います。ヨコのね、オフィシャル YouTube YOKO ヨコ鹿児島で検索していただきますとご覧いただけますミュージックビデオがありまして、そちらにね、もう何年前かな、数年前にリリースして、ミュージックビデオも作りました。ミントチョコレートという、結構ね、ちょっと冬っぽいかなっていう気持ちもありますけど、うん、冬っぽいラブソング、うん、もうめっちゃね、ゲドアマナね歌詞でございますが、 YouTube を見てください。見てください。なんかね、なんで今日これをお届けしたいかというと、ミュージックビデオのね、制作のところとかをまあ見てたんですよ、うん、自分の携帯に入ってるオフショット、うん、
可愛いな私と思ってさ。前髪があるからね。あ、なるほどね。いや、あの、あ、もう流します？あの時は、あ、流しますか。あの時はちょっとね、恋してる感じがね、垣間見えてね、すごい可愛かったね。じゃあ、まず聞いてもらってからお話をしましょう。わかりました。それでは、陽子でミントチョコレート、お聞きください。最後の恋の始まりは映画の中のワンシーンみたいに君のことだけ包んだメロディーたちが響いてたよ。いつもと同じ冬の道ねえどうしたんだろう。もう誰かに恋するなんてないと思ってたのに今だけ僕の前に残してた今まで会えなかった時間さえそれすら全て愛おしい。これからは二人の音色重ねて一つのようこでミントチョコレートお聞きいただきました。なんで話を、はい、なんでもしてやろうじゃないか、ね、まあ、私は、うんうん、あの一番ママの中で好きな髪型があるんですよ。ほうほう。似合ってるなって思ったのは、まあ、前髪があるそのミントチョコレートあーの撮影の時とかねですけど、一番は、うん、あの毛先が黒で、うんうん、ん毛先がピンク、うん、あ違う、上がピンクで毛先が黒みたいな時があったじゃないですか。毛先が赤じゃなくて、うん、うん、違う、ラブレターズの時です。ラブレターズは逆だ、逆毛先がピンクじゃないかな。いや、あ、まあとにかくピンク色が好きなんだね。はい、でストレートのママの長い髪の時が一番大好きで、でももうしてるから今ね、今の皆さん俗に言う金髪です、はい、もうパッキンってやつですね。え、シノ金じゃないよ。ママよ、ママ、ママね、今ね、あ、今の私が、うん、もうめちゃくちゃ金髪でございます。似合ってるんですけど、一番好きなのはピンクの髪型でした。なるほど。なんかね、芸事をする人がピンクの衣装だとか、ピンクの何か小物、うん、そして髪型、髪色がピンクとかね、うん、とにかくピンクの時って売れるって言われるらしいですよ。へえ、すごいよね。いい曲でしたよ。シノの友達も、うんうん、みんなラブレターズとか、うん、Can't Stop My Heart とか、うんうんうん、が好きだとか言ってました、ね、あ、本当ですか、嬉しい。やっぱさ、なんかその時その時に聴いた曲でこれ好き、あれ好きって言ってもらうのは私はすごく嬉しいので、この1曲だけめっちゃいいよねって言われるようにさ、いろんなの聞いて、昨日はこれが好きだけど今日はこれが好きみたいなこと言われると、うん、あ、いっぱい曲出してよかったなってなりますよ、うん、救われる。
なんか中間テストがこの前あったんですけど、うんうん、そしたらお友達がその中間テストの前の夜に、うん、あのシノのママのラブレターズの曲を聴いて、うん、あの元気を出したと言っていました。本当にナイス、いい子だ、はい、ありがとうございます。はい、まあ、嬉しいね。ママもその子が大好きなんですけど。あ、なるほどね、はい、そっかそっか、誰か分かりましたよ、うん。まあさ、女の子とかさ、女性の方にさ、元気もらいましたとか好きですとか言われると、うん、男性の皆さんごめんなさい、ほんとこれ謝る、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。なんで謝るの？いやだって比べちゃってるから、男性に言われるより嬉しいみたいな言葉に聞こえかねないかなと思ったけど、うん、でもね、ほんとね嬉しいのよね。だから男性がさ、こうなんていうの、可愛い女の子だけじゃなくて、うん、あのとにかく女性の方にさ、うん、あの優しくされたりとかするとさ、うん、やっぱにこやかじゃない、うんうん、ママみたいなおばちゃんでも、ね、ちょっと優しくされると、どっちかっていうとかっこいいですよ、ママ、言われるかもね、ちっちゃい時からね、うん、かわいいとかっていうよりかかっこいいとね、うん、いいのよ、かっこよくだって生きていけてるのよ。いや、女の子でかっこいい人って素敵ですよね。あ、褒めてくれてるの、はい、ありがとう。いや、なんか、ありがとうございます。はい、あ、話が変わるんですけど、うん、この前テレビで、うんうん、宝塚の方たちが出てきたんです。はい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 。もうなんか、全然学校でもキュンキュンしないし、うんうんうん、推しでしかキュンキュンしたことないシノンが、うんうんうん、宝塚のあれを見て、うん、女性の方見てね、はい、女性の方を見て、男役の人ね、はい、めっちゃキュンキュンしました。あー、かっこいいもんね、お化粧してるのにさ、うん、なんていうの、女性的に見えないじゃん、男性的に見えない、足も長い、足も長いね、スタイルもいい、いいね。うん、あの時さ、ジャニーズの人と一緒に出てたよね。うん、ちょっと違う、ダパンプの、あ、私他ので見た時はジャニーズとも出てた。あー、うん、だけどディズニーのなんていうの、男性のかっこいい人たちよりもなんかなんていうの、男性的に見える。あー、分かる、うん、男らしいとかじゃなくて、なんかこう、はい、本当にさ、やっぱ男役の人たちプロだよね、うん、すごく立ち振る舞いがさ、王子様系なのかな、うん、なんかね、いいですね、かっこいいね、うん、めっちゃキュンキュンして、学校でもう友達とめっちゃかっこよかったよね、めっちゃかっこよかったよね。いいね、中学生もキュンキュンしちゃったね、うん、そういえばさ、あの私のおばあちゃん、レイコばあちゃんは、うん、今86歳かな、86歳なんだけど、私が中学生ぐらいの時に、ようちゃん歌って踊ってピアノとかも好きだったな、宝塚もいいよって言ってました。だけどその時に、ね、私は宝塚にね触れることがなかったね、うん、だからあのそれとなくしか知らなかった、見たこともないし、未だにないのよ、だから見てみたいよね、コロナが落ち着いたら行きましょう、うん、あのママが宝塚になっても多分できてたと思います。身長あるからね、170、あ、最近伸びて 171.2 171、いや171越しちゃいました。あ、そうですか、ねえ、困りましたね、身長伸ばしたいです、足のままね、はい、いいのよ、そのうち伸びるのよ、うん、だって34になっての1センチ伸びたからね笑えないですね、はい、まあそう、だからね、宝塚の塔には早くねこう触れたいんですけど、うん、なんかね、この間テレビ見てて、シノのリアクション見てたら、あ、一緒に行きたいなと思いました、うん、行きましょう、行きましょうね、はい、で出てきた時はかっこよかったねっていう私の想像よりも、うん、多分ずっと口開いてますキュンキュンしてて、ハートになったね、うん、まあいろんなことをさ、最近したいなって思ってたことがちょっとずつできそうだなっていう空気感になりましたね、うんうん、ワクチン子供たちも結構打ってるもんね、死ぬはちょっとまだなんですけれども、はい、まあいずれ打ちますけどね、ただ、はい、子供たちも結構打っててるし、2回打ってしばらくして3回も打たないといけないっていうデータもあるらしいし、うん、あ、でもこれはね、上手に付き合っていかないといけないことでしょうしね、うんうん、とにかく私はもう来年の夏からはね、うん、いっぱいいろんなところで歌えるんじゃないかと思ってね、うんうん、そう、そのためにもちょっとしばらく新曲作りに励もうかなと、お、うん、あのできることをねしてこなかったというか、まあしたいんだけど、本当にね制作意欲がね、うんうん、どっかに行ってたんですね、うんうんうん、またこの話になりますけれども、うんうん、私の制作意欲がさ、どっかちょっとね、うん、迷子になってて、あ、どこにいるかな、そうそう、そんな感じでした。で、日常にいっぱい付箋を貼ってるんですよ、ね、こういうこと大事だなとか、
こういう気持ちはみんな思うかなとか、うんうん、あこの気持ちってこう表現したいなとかさ、うん、だからまあそういうのを私的にはまた集めて、はいみんな集合っつって、どこ行ってたんだ面白い新曲作るわ、うん、おーみたいなそんな感じなんですね。そんな感じです。見てて分かりませんでした。でしょう。集合私結構歌うときでかい声で、うん、言葉たちとかメロディーたちに、おい来い集合みたいな見たことない。いやそんな親子でも分かるようにはしないですよ。心の中で、こっそりこっそり、いや結構でかい声で、でかい声で、あ学校に行ってる時かなまあね、シノンが知らないところでね、こっそりひっそりやっております。まあそんな私でございますが、新曲をお届けしたいなと思う時にね、ちょっとねバラードを石井さんからいろいろ素敵な曲いただいてるので、バラードかしか書かなきゃいけないなと思うんですけれども、はい、この曲はもうねこういう感じの歌詞は何回も書けないかなと思ってる一曲を、うんうん、だけどもしかしたらまた集合かかったらこういう感じの曲も歌詞書けるかもしれませんけれどもいい、ねはい、そんな曲ちょっとお届けしたいなと思います。はい、ピースオブハートお聴きください。朝焼けを映したあなたと肌寄せ合い、言い訳を探し空を見上げた。あなたと歩む日々はどんなに素敵だろう、そう思うたびに目をそらす。色のない朝を繰り返し見つけたものは、無邪気な笑顔と変えられぬ想い、すべてを壊して初めて風が誘うから、もう少しだけ言い聞かせて委ねてみるの。別れも出会いもあなたへと続く一つの奇跡になるはずだから、ようこでピーセスオブハートお聞きいただきました。あのですね、この間杉野俊之さんがね鹿児島にいらっしゃったんですよ、はい、このピーセスオブハートも、うん、ラブレターズのドラムもですね、うんうん、まあ横の曲数曲叩いてくださってるんですけれども、レコーディングの時にですね、はい、そのドラマーの杉野さんがいらした時に、うん、なんていうの、お会いした時やっぱね、あ新しい曲を発信したいなって思ったんですね、うん、うん、でまた一緒に制作していただきたいなと、うん、まあこんなこと言ったらじゃあなんで石井だけじゃダメなんだって言われそうですけれども、石井さんと二人でこう制作するときには杉野さんにまた鹿児島いらしていただいてレコーディングしたいなとか、はい、あとピアノでお世話になってる太田光一さん、はい、おーちゃんにピアノさ弾いてほしいなって思ってるわけですよ、うん、また久々にね制作意欲に火がついてるので、うん、もうそんなこと妄想ばかりするともうね楽しみでしょうがない、うんうん、いつかシノンもコーラスとかでねレコーディングできたらいいですね。 CD には入ってないですもんね。ああそうだ、入ってますよ。そういえば入ってるか、入ってる声もあるけど、うん、それコーラスじゃないからね。あセリフですね。ピッそう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 、あ皆さん何言ったか分かんないと思うんですけど、なのであの新曲も乞うご期待でお願いいたします。ます。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com、 バニラスカイ宛にお願いいたします。お願いします。では皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。なんて言うんでしょうね、この井戸端会議館、うん、あの親子の日常会話、はい、
ラジオにしていいんか。そんなメッセージも募集しておりますよ。みんながメッセージくれないと、ひたすら2人でお家の中の延長線上で喋っております。よでは皆さんも今週1週間ハッピーでありますように。めちゃくちゃハッピーでいてくださいね。せーの、バイバイハッピー。